はい、こんにちは。2016年1月24日日曜日です。大寒波襲来ということで、宮崎市もね、大雪、雪が降りますという予報出ておりましたので、午前中からずっと、あちこち出てました。またね、午前中に来た、道の駅田野にやってきました。外の様子こんな感じです。はい、午前中に比べると雪すごいです。はい、ちょっとね、外結構寒そうなんで、ちょっと外の様子もね、撮影してみたいと思います。はい、外はこんな感じです。結構吹雪いています。午前中に比べるとね、あと雪の量、風も激しくなってきております。ここの道の駅、結構ね、この雪を見るために多くの車が止まっております。結構寒いですね。はい、ちょっと吹雪いてます。はい、道路はこんな感じ。そんなに積もってませんけど、パラパラパラうっすらとね、雪積もってきそうな感じですね。はい、やはり、午前中と比べてかなり積もってきてますね。もうこれ下手すると遅延規制が始まるかもしれません。ちょっと、積もってきてます。吹雪いてます。